はい、というわけでじゃあね、ちょっとベースの話しようかな。これインスタグラムではね、お伝えしたと思うんですけども、このストリーマー、あれまだ剥がしてない、俺これ新車のフィルムみたいにまだ剥がしてなかったね。このね、ワーウィックというね、 W の、あ、ピカチュウなんかついてる今日も。ワーウィックのね、ストリーマーというね、このベースがすごく好きで、これ今回買うの2本目なんですよ。ね、なぜ好きかというとね、めちゃくちゃ弾きやすいんですよ。これギターみたいに弾けるで、フレットもね、握るともう何も見えなくなってしまうぐらいすっごい細いんですよ。それがもうほぼ変わらない状態で、まあ12フレぐらいまでいけるから、まあソロっぽいこともね、弾きやすいんじゃないかなと思うんだけどもね。あ、じゃあ、そうだ、それで今ピンマイクだから、例えばこのプロツールスの音とか拾えないかもしれないじゃん。そういう時に今の映ってるこのカメラのね、マイクの方を活かすんですよ、音。するとね、こういう形になるとどうでしょうか。音小さいかな。後でこうやってね、レコーディングしようかなと思ってるんですけども、ボボ言ってる？ダメ？いい音？あ、よく聞こえる。よかったよかった。このストリーマー、これなぜ好きかってね、すごくベースにしては小さいんですよね。なので、まあ、グレイのデモテープなんかはもちろんこれで撮ってるし、依頼受けた楽曲で、どうしてもやっぱりデスクトップ上でやる作業が多い中、もうベースも俺弾いちゃう、弾いちゃいますって言うんですよ。だからもう、バンドじゃないものの楽曲とか、いろいろと楽曲を依頼された曲のベースは、こういった、ストリーマーで、これではまだね、レコーディングしてないんだけども、今日もリーダーのケンパーをお借りしてみます。ケンパーこれね、これも多分 JMP だから、マーシャルマーシャルのアンプで、ベースを鳴らしてるんですけどね。このストリーマーね、ちょっといわくつきなんですよ。スペクターっていうベースがありまして、それの形をパクったのがこのストリーマーっていう形なんですよね。昔はね、本当ギブソンだったりフェンダーだったりっていうね、ものをコピーして売ったりとかね、そういう時代もありましたけどもね、そういった緩い時代に多分誕生したんじゃないですかね、これは。で、有名どころで言うと、ジロー。ジローはジローでも、トゥルージロー。メタリカのね、ベーシストのトゥルージローがね、このタイプ使ってるの見ましたけどね。あとは、トキエさん、エースオブスペースでね、ストリーマー使ってました。でね、なぜ今回この同じモデル買ったかというとね、やっぱりこのカラーリング、このシドベースのカラーリングがね、俺に惹かれてね、どうしてもね、欲しくなっちゃったんだよね。あと、このフレットのさ、ブロックのパターン、これがかっこいいよね。イケベ楽器さんで買いましたけど。